はい、こんにちは、元木です。今日はですね、eBay の、ストアデザインを、ちょっとおしゃれにしてみようということで、動画を撮っていきます。で、ですね、具体的には、ストアのデザイン方法ですね、あとは作る際の、おすすめのツール、それからその作成の方法について、実際にですね、ちょっと作りながらご紹介していきたいなと思います。で、そのストアデザインっていうのは、こんな感じですね。これはアカウントのトップページにはなるところなんですけど、こんな感じで、ヘッダーと、あとは、ロゴの部分ですね、入れることができます。で、実際にこう何も設定してない状況だと、こういうふうな形になります。で、あとはですね、ストア設定されている方は、ストアのトップページなんかもデザインを変えることができますので、今日はですね、そこをちょっと作っていきたいなと思います。で、このですね、デザインをやっぱりお店の、並んでる商品に合わせて、作成していくと、訪れたバイヤーさんもこうイメージがつきやすいので、共通するですねイメージで、商品と共通するイメージで作っていくっていうのが一つポイントかなと思います。それではですね、実際にストアデザイン作成のためのおすすめのツールということで、ご紹介していきたいと思います。で、まず一つですね、こちらが、カンバという、デザインのツールなんですけども、ロゴとかですね、このグラフィックなんかを使うことができて、Facebook のカバーとかフライヤーとかポスターとかっていうのも結構おしゃれに作ることができるようになっています。海外のサイトなので、日本語でも対応してるんですけども、デザインはかなり海外チックなデザインになります。あともう一つがですね、このフォトスケープ X っていう、ツールになります。これは、画像編集ソフトなんですけど、いろんなですね加工とかもできて、文字の入力とテキストとかですね、写真の上に載せたりとか、非常に簡単です。で、どちらもですね、無料のツールになってますので、費用とかですね、気にしないで使うことができます。ちなみにこのフォトスケープ X っていうのは、僕が YouTube のサムネイルとかを作っているのも、ここのフォトスケープ X から作っています。Windows、Mac ともに対応していますので、これも使いやすいですね。それではですね、実際にデザインをちょっと作っていきたいと思うんですけども、今回はですね、ちょっと試しに、ちょっとゲームのショップを作っていくっていうことの前提でやっていきたいなと思います。で、まずですね、このカンバを使う場合なんですけど、ダウンロードしてログインをしていただいて、このカスタムサイズですねというところを押していきます。で、このトップページですねの、ヘッダーとロゴのサイズなんですけど、はい、eBay ストアの、サイズと同じなんですけども、まずはトップ画面から作っていって、で最後に eBay ストアの、その編集の方法をお伝えする流れで、いきたいなと思います。ではですね、まず、このトップページの、ヘッダーのですね、このサイズなんですけど、1200×270 ピクセルになっていますので、こちらをですね、これで作成をしていきます。そうすると、このヘッダーの画面にですね、ここに合うサイズの、で切り抜かれているという状況ですね。で、まずですね、結構その海外っぽいんですけど、ここのもうテンプレートの中に、例えばもうマッチするような写真があればですね、ここから持ってきちゃってもいいかなと思います。あまり、日本っぽくはないんですけど、おしゃれにですねちょっとこう見せることができます。こんな感じで作ったりとかで、あとはここのロゴとかをですね、ジャパンとか、そうですね、に作ることができますね。こんな感じでロゴを作ることができます。
であとはですね、素材から選ぶこともできまして、例えばですね、この素材ってところで、写真っていうのがあるんですけども、ここにいろんな写真があるわけなんですね。で、例えばですね、ここにジャパンって入れると、日本のですね、画像っていうのがこう出てくるような感じになっています。で、例えばですけども、ちょっとこうそうですね、ゲームっぽいっていうところなので、秋葉原出てきましたね。例えばですね、そうですね、こんな感じ、ちょっと有料なのか、そうですね、有料のやつもあるので、全部有料ですね。そしたら東京でいいかな。はい、こんな感じでいいかな。ここら辺にしましょうかね、ちょっと試しに。で、こういうふうにですね、こう引き伸ばしたりとかして、作ることができますね。こんな感じでちょっと大きくして、であとはこの使いたいとこだけを使うとかね、こんな感じにするとちょっとこう日本の都会っぽい雰囲気の写真っていうのが、使うことができますね。で、前のやつがちょっと邪魔しちゃってるんで一回こんな感じで消しちゃいます。こんな感じとかですね。ちょっと微妙ですけどね。もうちょっとおしゃれな写真選んだ方がいいかな。日本っぽい雰囲気がいいんで、こういうのにしてみましょうかね。あんまりゲームっぽくはないですけどね。こんな感じで。こんな感じとかですね。ちょっと作り方のちょっとチュートリアルってところなので、こんな感じで、画像をここから選んでくるところもできますね。はい、でテキストっていうところがあるので、テキストもですね、いろんなこうフォントが用意されていて、で、適当に選ぶと ここにですね、持ってくることができるようになっています。こんな感じで、こんな感じですね。で、テキストをこう選んだりとかして、ここら辺で文字の色とかを変えることができますね。こんな感じで、はい、でもちろんここを、変えることができますので、こんな感じでちょっと日本っぽい感じで作ることもできます。背景がね、日本っぽい小画像だと日本のお店っぽくなりますよね。使い方はこんな感じで、あとはですね、写真もですね、実際にここにアップロードすることができるので、これはですね、ここから使ってもらってもいいですし、あとは背景とかもあるので、背景からこう選んでもらって、組み合わせて使うってこともできるようになっています。で、作り終わったら、ここからですね、ダウンロードしていただいて、それを、そのままアップロードしていくような形になります。で、このカンバなんですけど、こんな感じで体感的にですね、結構そのおしゃれな素材っていうのがもうすでに用意されているので、組み合わせることによって、結構オリジナルなですね、ものっていうのが簡単に作れるっていうのがおすすめです。で、次にご紹介したいのが、この先ほどのですね、このフォトスケープ X なんですけど、これを使ってやっていきます。で、まずですね、これ画像のソフトなので、ちょっと素材っていうのを、先にですね、この Google の画像検索あたりで、探してくる必要があるんですけど、今回はゲームのショップを作りたいっていうことなので、ちょっと今回著作権とかはちょっと試しに作るので無視した形になってしまうんですけど、こんな感じで作れるよっていうのを、試
試しにちょっと作っていきたいと思います。まあ、画像の著作権ってことですね。で、まあ、この例えばですね、この Pixabay とかだと、まあ、フリーのですね、まあ、画像っていうのをこう作ることがダウンロードすることができるので、ここで、いろいろですね、日本とかジャパンとかで検索すると、まあ、そのフリーの素材っていうのがダウンロードできるようになっています。こういうのとか日本っぽいですよね。ちょっとおしゃれな感じで。で、まあ、今回ですね、ちょっとこの素材を使っていきたいなと思います。はい。で、ダウンロードしたらですね、素材をダウンロードしたら、ここに、開くですね、開くで、今ダウンロードしたものをこう出します。で、ですね、まずサイズがですね1200になっているので、まずサイズの変更というところで、これもうすでに 1000なんですね。なるほど。ちょっと横の幅がちょっと足りなくなっているので、ですね、サイズの変更で今回はちょっと切り抜いちゃいますね。カスタムにして比率にして、12の、300なんで、まあ、約ですね、まあ、ちょっと比率なんですけど、まあ、12対約3になるので、ここ小数点ちょっと使えないので、これでちょっと切り抜いてみたいと思います。で、そうすると、その比率に合わせてこう切り取ることができるようになってますんで、こんな感じでですね、ちょっと切り取ってみたいなと思います。はい、切り抜きですね。こんな感じで、で、これを保存していきます。保存ですね。はい。で、保存したやつをそのまま、入れる場合は、ここですね、エディットプロフィールってところを押していきます。で、このカバー、上のカバーを変える場合は、今保存したやつをこう選択して、こうやって変えることができますね。今ちょっとアップロードしているので、その間に、この次ロゴをちょっと作っていきましょう。で、ロゴはですね、300×300 になってますので、最初もう一回閉じてもらって、今度は新規で300から300で、ベースを作って、で、背景もですね、ここで選ぶことができますが、今回は白でいきます。はい、こんな感じでですね、ベースが作りました。で、ちょっと今回マリオっぽい感じ、ゲーム屋さんなんでマリオっぽい感じがいいので、ちょっとここをですね、コピーして、画像をコピーして、こっちに貼り付けたいと思います。はい、こんな感じでできましたね。で、これで保存っていうのを押してもらうと、まあ、保存されますので、適当に名前をつけてですね、保存です。保存で、保存されました。で、今保存したやつを、またですね、ちょっとこれ遅いですね。はい、それではですね、こんな感じで、まあ、画像が入りました。で、さっき作ったロゴの方もですね、こんな感じで入るようになっています。これでどうでしょうかね。結構ゲーム屋さんっぽくなったと思うんですけど、こんな感じで、まあ、作っていくと、まあ、例えばこのショップが、まあ、ゲームのショップだったとしたら、なんていうんですかね、イメージがつきやすいんじゃないかなと思いますね。で、続いてはですね、まあ、そのストアのフロントのところからの画面なんですけども、まず、マネージマイストアですね、eBay のマイ eBay マイマネージマイストアのサーマリーっていうところがありますので、そこから、エディットストアっていうのをクリックしていきます。
で、ここをクリックすると、編集画面に切り替わってきますので、こんな感じでですね、ストアの方を作成することができます。トップページですね、ストアの。で、まずここに、ドイメージっていうので、さっき作った画像を入れていくだけです。はい。で、あとここですね、ここにもアドイメージっていうので、ドットのマリオの入れてみます。で、説明文があればここにストアの説明文を入れてください。で、こんな感じでですね、最初は、4つをですね、終了期間が終了間近の商品か、新しく出品した商品かをこう並べることができるようになっています。で、基本的には、新しい方がいいんじゃないかなと思いますね。で、それから、リスティングも、ベストマッチからこう出していくのかとか、価格が安い順なのかとか、いろいろ選べるようになっています。新しい商品順なのかとか、ここは好き好きですね、合わせてもらえればと思います。で、リスト形式かギャラリー形式かっていうところも選べます。で、あとはカテゴリーですね。左の方に出てくるカテゴリーが、eBay のカテゴリーに合わせるのかとか、あとは、お店のストアのカテゴリーに合わせるのかっていうところも、合わせられるようになっています。それでですね、これは、こんな感じでですね、ちょっと作ってみたいと思います。ストアネームもちょっと変えてみますかね。で、ここのパブリッシュってところを押すと、公開されるようになりますので、こんな感じでですね、商品がトップページが作られるようになっています。で、本当はですね、ここの下に商品がずらっとこう並んでいくわけなんですけど、これがお店のストアのですね、トップページになるような感じになりますね。で、この2つちょっと作ってみたんですけど、ちょっとこんな感じでお店の雰囲気に合わせたものが作れたかなと思います。はい。で、今日はですね、このカンバっていうところと、あとは、このフォトスケープ X ですねの2つを使って、作ってみたんですけど、こちらはですね、簡単に作れ素材があるので作れるんですけど、フォトスケープ X の方は自分でですね、その画像を組み合わせて作っていくことが必要になってくるので、ここら辺が好きな方はですね、ぜひこっちで作ってみてもいいかなと思います。はい。結構ね、これ作り始めると結構もう止まらないっていうか、なんか沼にはまっちゃうような感じでずっとできちゃうんですけど、そうですね、あんまり時間かけすぎても、他に売り上げ立てられるところに時間かけた方がいいかなと思うので、ぜひですね、いろいろ試して、お店の雰囲気に合わせてみてください。今日の動画は、以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。